アメリカのトランプ大統領は、18日、新型コロナウイルスの治療薬として自らが推奨する抗マラリア薬、ヒドロキシクロロキンを毎日服用していることを明らかにしました。トランプ大統領は記者団との質疑中に、抗マラリア薬について、私も1週間半前から服用していると唐突に表明しました。 服用に関しては、自らホワイトハウスの医師に尋ねて許可を得たということです。ヒドロキシクロロキンをめぐっては、効果や安全性を疑問視する研究結果も出ており、健康への影響を懸念する声も上がっています。